皆さんこんにちは、平野修一アルティメット太鼓講座ボリューム19。今日はここに5つ並んでます。でそのここを使いたいと思います。まずドラムでいうフィルインをやりたいと思います。太鼓でいうと、表打ちをやってる人が時々即興で入れる遊びのような感じですかね。例えばこんな感じ、1、2、3、4、この3つを回転するように使うとですね、結構派手に見えます。わかりますでしょうか。忙しいので、まあ、忙しいことをやるとお客さん盛り上がりますから、そういうのに使えると思います。で、例えばビートにくっつけるとこんな感じ。わかりますでしょうか。まあダガタダガタダンダガタダガタダンダガタダン、これは1、2、3、1、2、3と3と2をくっつけてるんですが、まあちょっと長くするとこういうこともできます。要するに偶数になればいいので、3と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 2、2みたいな、3と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 3で字余り、字足らずみたいな、なんかそういうようないろんな使い方ができるので計算をしてみると面白いと思います。ではもうちょっと早くしてみたいと思います。1、2、3、4。以上です。はい、ありがとうございました。次回お楽しみに。